平成から令和へ時代をまたいでお送りしております、もぎたてテレビ。次回はですね、今治の広小路って言って、あの今治市役所から今治港に向かうのまっすぐ大きな通りの西側です。これは何だか理由があるんですか？あ、まあ、それは見ての見ての楽しみ。西が好きだった英子さんが、なんかここあの懐かしいようなお店があったり、そうですか。パン屋さんにお邪魔したら、はい、3種類のパンしかないんです、3種類しかないんですよ、パンが、3つだけ、そのうちの1つは食パンだったりするんで、じゃああと何みたいな。何ですか、アンパンか、で、餃子屋さんに寄ったら、餃子屋さんはね、メニューがね、4つだったかな、4つだったから、もう何かシンプルなんですかね、こだわりがある。僕に向いてます。僕ね、なかなか迷うんですよ、メニュー割と。そんな方にぴったり。もう座ったらそれしか出てこないとか、そのくらいの勢いで。ただご飯はないですよとか、いろいろね。そうなんです、そのお店に染まっていただきたい。今回は今治の広小路、西側に皆さん染まっていただきたいと思います。今すぐ見たい感じですけどね。待って。日曜日まで待ってくださいね。